こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。今日はですね、ガチャを、引いていきたいというふうに思うんですけれども、ちょっと、様子が違います。あとこれ声がちょっと小さかったらちょっとすいません。これ iPad なんですよ、はい、このでっかい iPad で、これやって、もう一個のアカウントで、まあ、息子はやったりしてるアカウントなんですけど、これ一応、純正というか、いう感じに、やってます。こんな感じですね。まあ、結構良くないですか。まだね、育ってではないんですけど、ちゃんと、まあ、ただ人はねだいぶ集まってます。はい。で今回のガチャで、清宮選手が来ているので、ちょっと引きたいなというふうに思います。はい。これまずじゃあ福袋、引きますね。これね、ここに近くないとなんか声がねあれなんですよ、ちっちゃいんですよ。 iPad でなんか録画するとすごい変な。え、もう来た。え、ジャクソン。でもこれはミキサーにかけれる。これ確定じゃないところで引いてあるんだ。うん。ほんで待って見た。あ、次が確定か。あ、じゃあめっちゃでかいやん。ここでね、これね、宮西さんのために課金したんですよ。でも忘れてた。こっちで引くの。でこっちをもうその3日ぐらいやってなくて、で気づいたらなんか。宮西さんがもう終わってましたね。なんか早くなかったですか、前回中継ぎのやつ。気のせいかな。これ確定ですよね、一応。はい、はい、ありがとうございます。ここでも田口選手、ここでも田口選手。じゃあすみません、やっぱりスタバがダメなんですよ。田口選手ありがとうございます。あとね、そういえばここに持ってきてないな、菅野選手のピッチングバイブル、なんか変化球バイブルみたいなやつあるじゃないですか。あれ買いました。いろいろね、インタビューみたいなとか読んだりとかしてましたけど、まあ、昨日届いたばっかなんで、ちょっとね、しっかり勉強します。で早速ね、なんだっけ、なんかの変化球かなんかでまた、これ押し込むって言ってるんですよ。だから、押し込むってなんやねん。もういろんな人言うんですよ。田中将大投手とか、また来たんだけど、これ。いや、そうだ、で、まあ、いろんな選手、フォーク投げる選手とかは、押し込むって言うんですよ。意味が何を押し込む？全然分からへん、あれ。お、嬉しい、使える。でもあれか、純正やからあれか。 OK、ありがとうございます。シリーズ1、この前見たな、若月選手、ありがとうございます。そう、何やったっけ、何を言うとしたって。え、まためっちゃ来てない。え、このガチャちょっと待って、福袋好きへん、これ。これね、もしかしたらこの iPad で声がおかしかった、この携帯で撮ってる、これこっちいつもと逆なんですよ。これ携帯で撮ってる音声を入れるんで、ちょっとね声が聞こえづらかったら本当すいません。あ、今の3回目は確定。でも2個出たか。でもね、清宮選手か、何やったっけ、宮西さんが欲しいですね、こっちのアカウントで。お、嬉しい、秋吉選手。ほんでなんかいや、その自チームっていうか、そのね、純正のやつ作るんだったらメインチャンネルいっぱい、メインのアカウントいっぱい引いてるから、そっちがいい、そっちでいいじゃないですかって言ってくれる人いるんですけど、なんかね分けたいんですよ、僕は。はい、そう、ピッチャー投手くん、なんか分けたい。こっちはそれで集中したい。だから不思議とね、こっちでいい選手引いても全然嬉しくないですよ、日本ハム以外だと。逆に日本ハムだと誰でも嬉しいね。あとこれタッチペンのこの打つのめっちゃやりやすいです。まあ慣れが必要だろうけど、まだ僕慣れてないけど、それでも打ちやすいです。いやー、ちょっと宮西さんか清宮選手欲しいです。あ、これ自チーム違うんか。あ、でもミキサーで。え、またやばくない。え、これ、2つ確定なのと違うの。1人が確定よね。終わっちゃった。で、グレードアップスカウトで S ランク新選手1人確定か。うん、ちょっとね、トイレ休憩します。すいません、ちょっとトイレ休憩しました。ですね、もうかなりいい感じの引きができたので、ちょっとあれかな、
一回ちょっとミキサー、ちょっと見てみましょう。で、あーこっちないのか。でもいやこれいけるねミキサー自チーム。じゃあもうちょっとこっちの、グレードアップスカウト引いて自チームじゃないのか。まあでもいいや、行きます。はい、もうどんどん行きましょう。ちょっとリアタイムやりたいですねこれ。いやでもほんまタッチペンは多分慣れたらほんと強いと思う。携帯やと僕親指でやるんですよ携帯で。そうやっぱ追いつき方が違うし見え方が違う。あ嬉しい。こう有原選手 A 結構もいるから育てたらちょっとそろそろ極みいけるんちゃうかなっていうぐらい。あまた有原選手ありがとうございます。これ多分極み確定でしょ。結構もいるんで。ただこっちまではね、こう試練回ったりは多分ね、あんまりできないと思うな。お、いいね、中田。この次が S ランクか、確定か。10回まで引かなあかんと思う。それまで S で、あ、出た。え、こっちで？は、マジで？ちょっと待ってくれ。こっちではあかん。うわマジできつい。これはまた嬉しいけど、めっちゃショックやわ。なんでこんなとこで出んの吉田選手。こっちはねメインで欲しいんですよ。新しいのまだ出てないんですよ。くっそー今のはね痛い正直。S は出てるからもうワンチャンでも吉田選手もあれかな、ミキサーかな。もったいないけどね絶対。はい、じゃあここでお願いします。清宮さん、あめっちゃ嬉しい。まあ、清宮さんって言ったら清宮選手来た。めっちゃ嬉しい。え、これ新選手確定じゃん。新選手の自チームじゃないよね。え、めっちゃラッキー。ありがとうございます。はい、じゃあねちょっとリアタイこっちでやってみたいと思います。名前はね僕名前多分ダルビッシュ U でやってるんですよ。あー金子投手ですね。そう最近ねメインの方全然リアタイもう3日4日やってないんで、まあ、こっちでもちょっとねタッチペンがこう間に合うか分かんないけど、あとこのランク帯あんま多分人いないのか、しかもこの時間対戦相手がねなかなか見つかんないですね。ITB、 あ、しかも金子投手ですね。もう9割1分だ。1回負けたんですよ。なんかね多分相手多分ね普通の小学生とか中学生ぐらいの子で負けちゃったんですよ。いい当たりめっちゃ打ってたんですけどことごとく正面 で向こう1本ホームラン打たれてそれで負けたんです。お願いします。隼人さん、ソフトバンク、いや大丈夫かな、ちょっとこれ不安やな。これ顔近くないとダメなんですよ。本当だともうちょっと離れていいですけど。ちょっと待って、何投げる？球種多いぞまた。この動きやすさ。全然違う。けど今日は遅れそう。お、落ちないな全然やっぱり B になると。ああいい守備。いやでもねこの辺のランクはなんか楽しい。なんか純粋にやってて。まずは先頭バッターを打ち取っています。おーいいね、やっぱついていくもんこれ。タッチペン、タッチペンは最強っすよ。おーほらもう 見える iPad だと。ボール先行です。まあでも相手が B やからかな多分ひょっとしたら。おーシュートか。でこれねちょシュートが打ちづらいこのタッチペンだと。うわー何もの早かった。2ボール2ストライク追い込んでいます。やっぱちょっと早いぞスイング。おい、まあそうやと思ったけどやばい、ちょっとやばい。まあこっからね、この前もね2アウトから6点ぐらい6アンダーぐらい打ったの。これが初球。頭ええー、
ことになります。小笠原さんに？もうこれはもうね、報復は確実ですよ。申し訳ないけど、隼人さん、今のはしゃあないですね。次ちょっと報復行かせてもらいますよ。次が2球目。何それ、おお、チェンジアップとナックルやん。ボールボールボール、もうね、上のねランクで揉まれてるわけですよ、もっとすごいツーシームで。ああスライダーか。インコース決まった。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。いい配球してるよ。絶対そうやと思った今、まあ、シュートくるやろうなと思ったっすよ。ほら見て、さっきツーアウトからですよ、野球は。清水選手、まあ、やはり先制することは大事なんで、めっちゃなんかあれやった、前が早かった。そうですね、おお、スラーブとかあんの。え、これで連続の見逃し、まあ、こう、まあ、ツーストライクまで、まあ、連続。さあ、外してくるのか。ああ、よく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。ああ、詰まった。最悪、今のボールかな。え、これはやばくないですか。今の見ました、これちょっと。